やっぱレゴクリエイターの生き物系ってもう何度も言ってるんですけど、むちゃくちゃクオリティ高いです。皆さんこちらです、自称ルーブルだ。ひろゆだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターファイアードラゴンの続きになります。前回の動画でこちらのファイアードラゴンを作りました。もうこれは反則級にかっこよすぎてすごい良かったです。はい、今回の動画ではこちらのサーベルタイガーを組み立てます。このファイアードラゴンの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは組み立てます。はい、完成しました。うわー、これはすごい。まあ色的にはちょっと違うんですけど、これサーベルタイガーまんまですよ。はい、全体はこのようになってます。ちなみに僕が前に作った北極探検隊のヘリコプターについてきたサーベルタイガーのミニフィグと並べるとこんな感じです。あー、もう全然違うなでは近くで見ましょう。まずはここが頭部です。かっこいいちょっとこれめちゃくちゃかっこいいんだけど。そして胴体はこのようになってます。まあ基本的に胴体のこういう足の作りはドラゴンとほぼ一緒ですね。前足はこのようになってて、後ろ足はこのようになってます。で、尻尾なんですけど、ちょっと短いかな。もうちょっと長かったらいいかなって僕は思ってました。はい、じゃあ次は角部分について説明します。これもドラゴン同様めちゃくちゃ動きます。まず頭部なんですけど、ここがボールジョイントになってますので、このように回転して、そして耳の部分もヒンジになってますので、このように角度を調節したり、あとはここも稼働します。口はこのように開きます。なんかこれバイオハザードのクリーチャーにちょっと見えちゃうかな。そして前足はここのジョイントで、このように回転して、あ、ちょっと後ろに当たっちゃう。この部分もこのように曲がります。そして前足の部分もここがヒンジになってますので、このように稼働します。後ろ足も前のジョイントと一緒なので、このように回転して、まあ、こんな感じで曲がったりします。後ろ足はこのようにクリックで動きます。そして尻尾はここがボールジョイントになってますので、このように回転します。はい、可動部分を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。やっぱレゴクリエイターの生き物系ってもう何度も言ってるんですけど、むちゃくちゃクオリティ高いです。はい、基礎板の上に置いてみるとこんな感じです。やっぱ基礎板あるおかげでむちゃくちゃ雰囲気出ますね。前回のドラゴンの動画でドラゴンライダーにしてみたんですけど、今回のサーベルタイガーもなんかサーベルタイガージョッキーみたいなのできそうですね。ここにジョイントがあるので、ここにミニフィグ座らせて、あとチェーンパーツは、チェーンパーツは耳の部分をここを動かしたら、ここにチェーンパーツをはめるジョイントがありますので、ちょっとやってみます。やっぱね、こういうミニフィグライダーはもうかっこいいですよはい、チェーンパーツをつけてサーベルタイガージョッキーにしてみました。あー、もうやっぱかっこいいわこれ。正直な話、ドラゴンの方が僕結構好きなんですけど、やっぱこんな感じでミニフィグとチェーンパーツがあることによって、こんな感じでライドオンをすることができるのがもうすごいこのレゴクリエイターの3つ目がサソリで、しかもジョイント部分があるので、これスパイダージョッキーならぬスコーピオンジョッキーできそうはい、レゴクリエイターファイアードラゴンのサーベルタイガーはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターファイアードラゴンのサーベルタイガーを作ってみました。あのドラゴンからこのサーベルタイガーに組み替えられるのがもうすごいのと、ファイアードラゴン結構稼働したんですけど、このサーベルタイガーもめちゃくちゃ動くので、これは本当に素晴らしいです。さっきも言ったんですけど、ミニフィグとチェーンパーツがあればこんな感じでサーベルタイガージョッキーにすることもできますので、皆さんもぜひやってみてください。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのサソリを組み立てます。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ